皆さんこんにちは、フロマスクです。今回もエクスプレーンですね、飛んでいきたいと思うんですが、今回もエアバス A320 ですね。こちらで今回福岡空港から前回できなかったミッションですね、やっていきたいと思うんですけど、一応今あるのがこのウルサン空港、韓国ですね、 RKPU、こちらの空港のミッションがあるんで、ここへ行こうかなと思います。時間もそんなかからなそうなんですけど、ただここの空港が滑走路 2000m でかなりギリギリなんで、うまくできるかですね、着陸が。あと台風がまだ前回の続きでやってるので、台風の影響もですね、ちょうど通り過ぎたぐらいだとは思うんですが、そこら辺もちょっと心配ですね。とりあえず準備をしていきましょう。で、一応今回のルートがこれですね。日本海対馬を通ってこう行く感じか。で、今台風はちょうどこの辺りなんで、風は微妙な感じですね。若干強いぐらいかな。まあ、とりあえずやっていきましょう。今プッシュバックまで準備できたので、プッシュバックしていきましょう。で、風は結構吹いてんのかな。これで見る限りは12000フィートのところで40メーターぐらいみたいですね。地上は10メーターぐらいか。10メーターから17メーターってなってますね。まあいいや。とりあえず、エンジンをオンにしていこう。で、またウェザーシステムか。スカイマックスプロを久々に入れてみたんですが、重かったらちょっと変えようかな。若干重くなりましたね。一番エンジンもオンですね。よし。ああ、もうそっから行けんのか。ちょっと重そうだな。Approaching 1-6。よし、とりあえず準備できたので、ここで忘れるところだった。最後このミッション、これで受けてみるか。これですね、 RKPU ですね、アセプトミッション。はい、うん、げ、これやっぱりちゃんと人を乗せてなるんだな。GW が増えてる。ちゃんと人乗せてんだな、これ。やばいな。これ重さが、しょうがない。行くしかないや。変えられないと思うんで、もう行っちゃいましょう。それでおかしくなっちゃうんだな。これ機体重量変わると燃料とか全部、計算が狂っちゃいますもんね。しょうがない。行っちゃいましょう。次回から、やっぱ先にこれやってからか。とりあえず福岡空港からウルサン空港ですね。韓国の空港。国際線になるのか、一応。On runway 1-6。行きましょう。このまま維持ですね。
1 VR V2 ちょっと重いな、やっぱ重くなってるっぽいですね。よいしょ、はい、まあ上昇フラップもちょっと早いか。はい、切り替えて、しばらくマニュアルで行くか。真っ白ですね。何も見えないや。3000フィートぐらいになったらオートパイロット入れちゃいましょうか。はい、オートパイロットオン。真っ白ですね。あ、ただ一応コースがちゃんと出てる。なるほど、ウサン、ウサンなのかな、ウルサンのことか。ウサンって書いてあるけど、ターゲット、とりあえず無事に離陸ですね。そんなに揺れなかったな。とりあえずこれが出てるから多分 OK ってことなんだろうな。ちゃんとミッション通り行ってるっぽいですね。うん、ペイロードウェイトがプラスパイロットこれですもんね。すごい厚い雲だな。全く景色ほとんど見えないですね。あーでも綺麗。やっぱこっちのバニラ版よりかこっちの方が雲の感じはいいな。すごい綺麗じゃないですか。重いけどちょっと要設定だな。これは久留米市上空か。あれが久留米市かな。旋回中ですね。久留米市上空を旋回してここから韓国へまっすぐ北へ向かっていく形ですね。いや、いいな。この先雨雲がちょっとある感じなんですよね。こっから、あ、福岡上空ですね。ちょっと雲で見えないんですけど、あれ福岡空港か。ぐるーっと戻ってきましたね。福岡市上空、ここら辺も建物多いから重いのかもしれないですね。福岡市上空を抜けてこのまま韓国へ直行ですね。対馬も見えそうですね。ちょうど上通りますからね。なんだこの雲謎の雲が出たり消えたりしてますね。あー、ちょうどこの激しいところか。雨雲、あれすごそうだな。真正面の突っ込むのかな。これ台風の雲ですよね。揺れそう。
雷とかでも鳴ってないんだな。なんか気持ち悪い雲ですね。積乱雲なのかな。形がすごい形してますよね。大丈夫かな。ああ雷が見えた。今雷雲が、雷が見えましたね。右下の方。だいぶ発達した雨雲っぽいですね。これとかも雷がすごそうですけどね。特には雷光ってないか。雨降ってんのかな。雲の中入りましたね。特には大丈夫そう。うわーすごいな、あの雲は。めちゃくちゃでかい。ちょうどもうちょっと行ったとこが対馬ですね。見えそういないな。あん中は大変なことになってるでしょう。あーここら辺ですね。この先も相当雲があんな。すごい。なんか雷っぽい音はしたな。これも積乱雲でしょ、発達した。こっから降下開始ですね。15,000降下したら揺れそうだな。うわーすごいこれ。結構やばそうですね。ここですよね。6ノットぐらいか。でもそんなにはそこまで激しい風ではないですね。雨がすごいみたいですね、風よりも。そろそろ降下しちゃいましょう。こっから降下開始ですね。うわーでっかいな、あの雲も。うわー雷見えましたね。非常に発達した積乱雲か分かんないけど雷が見えた。これはやばそうですね。風もすごい、場所によって全然違いますね。ほんと台風の目に近いのか、この辺りは。雨降ってきたな。一応これやっときましょうか。7000まで降下して、その先5000ですね。ラップ1。すごいな。大荒れ、大荒れだな。何にも見えないや。とりあえず降下してますね。真っ白。雷も鳴ってる。いやー見えなそうだな、これ。ILS 使えるんですよね。あ、見えてきた。すごい雨が。この雨の感じ、ほんといいな。いけるかな。すごい、臨場感があんな。すごい雨。雨の感じ、こんな感じなんだ。めちゃくちゃリアルな感じだ。
一応もうギア出しちゃうか。あっちの方なんですよね。あーでも見えそうだな、この感じだったら。ギアをダウン。最後の旋回ですね。これでもう1400まで。ローカライザー。間もなく。フルフラップですね。あとギリギリまでオートパイロット外したくないな、これ。さらにもう一回旋回するのか。あれか、見えた。見えてきましたね、最後。アプローチも押して。速度に注意。はい、こっからマニュアルでいきましょう。風は7メーターぐらい左からですね。位置が滑走路短いからこう手前で降りないと厳しいですね。このまま。いやー、流されてんな。Approaching 3-6. ちょっと低い。短っ。発想度短っ。やばいやばいやばい。安定しない。下げて下げて。100。
危ない危ない危ない。やば、降りれない。3,000 feet remaining. やばいやばいやばい。オートパイロットがうまく入んなかった。オートパイロットじゃない。リバーサーが。よいしょ。いやあ。危な。かだった。まあいいか。あ、ここ U ターンしていけばいいのか。短い。おー、いけたいけた。あー、こんな感じで出てきましたね、ちゃんと。いいか。はあ、はあ、はあ、ランディングスピードとかいろいろ出てるな。いや、最後ふらついたな、思いっきり。まあ、ハードランディングになんなくてよかったですね。レベル2までがすごい長い。よし。ああ、一応建物ありますね。あそこまで行くか。小さい空港なんですかね、このウルサン空港は。エアバス320は来ないだろうな、ここ来んのかな。八丈島とかも行けますもんね。行けんのか。ここら辺止めていきましょう。はい、よし、とりあえず無事に着陸できましたね、ウルサン空港。雨がすごいけど、ちょうど台風が若干通り過ぎた状態だから良かったですね。よし、じゃあ着陸シーン見てきましょうか。最後な、結構ここら辺ふらついてましたね。おお、そう、 2000m 本当に短く感じますね。うわー、落ちてる。やっぱこう左、北へ左から風が、横風吹いてたんで、だいぶ流されましたね、最後の方も。だいぶ斜めで入ってここで揺れちゃったんですよね。もうちょっと手前で降りる予定だったんだけどな。まあいいか。うまあ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 。で、リバースが何回か間違えちゃいましたね、正面から。フレアが早すぎたな。ずれましたね。乗客視点でも、おお、揺れた。めちゃくちゃ揺れてますね。おう。ここ2回、3回目。3回目でようやくちゃんとリバースが効いた。揺れてる揺れてる。頑張れ。おお、びっくりした。頑張れ。おい、行けましたね。もうちょっとセンターにうまく着陸しよう。センターにこう維持するのが非常に。ラダーペラル買おうかな、もう。ということで、今回は
このあたりで終わりにしましょう。このミッションは、まあ、またできたらやる感じにしようかな。はい、ということで今回はここで終わりにします。